日本近畿地方大阪府大阪市天王寺区、夕日が丘夕日急は、大阪府大阪市天王寺区西部の繁昌地名であり、夕日急町を中心とした、上町第一西側の地域を指す。具体的には、生玉町、生玉寺町、夕日急町、霊人町、大阪、下寺町の地域一帯あたりを指し、夕日が丘風地区に指定されており、緑風景が維持されている。 広域的には、東側の幾く玉前町、上地を六万体町、南側の大阪2丁目あたりも含まれる。またこの項では、夕日休町についても述べる。上町筋よりも東の上町第一東側にも、夕日急と名のつく施設はいくらか存在するが、これらの地区は夕日休地区には通常は含めない。かつては夕日岡とも呼ばれていた。 家高津家1236年に、家人、藤原家高が、浄土教の教えである、日草館を修するためにこの地に移り住んで、終わりの地とし、住居として、夕日庵を設けたことが、夕日旧の地名の由来とされる。また、家高は、ちぎりあれば、南波の里に宿り来て、波の入り日を拝み鶴かもの歌を読み残している。かつては、 大阪湾に落ちる夕日を眺める絶好の地であり、大江神社、新紀夜水寺、四天王寺西門あたりが有名だった。現在の夕日旧町と六万大町には、天王寺寺町、生玉町と、生玉寺町,町には東側に、生玉中寺町、西側に、生玉寺町といった寺町が形成された。幕末の国学者、伊達宗広は、藤原家隆を敬愛しており、 明治初期にこの地に自在案を立てて意図し、この地を夕日岡と命名した。しかし1873年に大調を崩して東京に移り住んだ。1878年に胸広が死去した際、遺言により家高塚の近くに埋葬された。後に実施のむつ胸蜜ら一族9名もこの地に埋葬されたが、1953年に胸広やむつけ一族は、 鎌倉、呪服寺境台に改装された。夕日岡の地名は後に、南区天皇寺大技天皇寺屋座夕日旧南区天皇寺夕日旧町現在の地名へと変わっている。太平洋戦争による空襲で一帯は焼け野原となったが、1948年に上町第一条で開催された復興博覧会を機に復興、母子関係の施設が多く設置された。 2009年に大阪市は上町第一マイルドホープゾーン事業の一環として家高塚を夕日を見る場として再整備し5月29日に記念講演会が行われた上町第一の西側北は千日前通り南は国道25号線東は谷町筋西は松屋町筋に囲まれている前述の通り風地区に指定されており 大学、高校も、複数所在、神社、仏教寺院も多く、幹線道路から少し中に入ると大ね歓声な、住宅街である。天皇寺七坂と呼ばれる七つの坂は当地にある。神社、仏閣など、学校その他神地像と、夕日休、千氷傍らに、夕日岡命名の地位渋みがある。家たかずかの近く、少年寺そばに佇む地蔵。 武宗むねの長女、清子が二十歳で死去したのはあれみ、等身大の地蔵を当地に混流した。地蔵の傍らに、夕日岡命名の地、伊達宗ね武宗むつ墓,墓,墓所跡、小松立脇墓所跡と記された石踏みがあり、彼らの縁の地であることの説明書きがある。さらに伊達宗ねを検証する、石踏み、夕日旧、千評がある。定番を持たない、単独長名である。 天皇寺区の西部に位置し、東に六万大町、西に下寺町、南に霊神町、南東に四天皇寺、北に幾多摩寺町と接している。その後の境界変更により、六万大町の南西部を編入し、町域が谷町筋まで広がった。現在、寺町の天皇寺寺町14火事のうち9火事が、当町に含まれている。 天王寺寺町2019年3月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。人口の変遷国勢調査による人口の推移。世帯数の変遷国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。日本郵便大阪市都市整備局報道発表資料。 上町大地、夕日給の、家高塚整備工事完成を記念して、講演会を開催します。アーカイブド2009年6月16日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、平成21年5月15日14時発表、大阪府大阪市天王寺区の町邸、アザ一覧、人口統計ラボ、2019年10月20日閲覧、AB、住民基本台帳人口、 外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB。夕日旧町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、あざト総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、あざト 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、アザトウ。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。 夕日休町に関するカテゴリー、ありがとうございます。